はい、皆さん、こんにちは。トメです。今回ですけども、スケーターのね、冬の一週間コーデっていうのをね、やっていこうかなと思います。まあ僕なんですけど、基本的にね、スケーターとかね、まあストリートファッションみたいな格好をするんですけど、スケボーするときにね、その格好をするかって言われたらね、意外としないコーデとかもまああるんですけど、逆にね、スケボーするときのコーデとかだと、まあ靴がね、一個とかになってしまうんで、まあそこら辺はね、ちょっと配慮して、見ていただけると嬉しいなと思います。というわけで、早速なんですけど、1コーデ目からやっていこうかなと思います。はい、というわけでね、実際に外にやってきたので、まあ1コーデ目からね、早速解説していきたいと思います。で、まあ1コーデ目のねテーマとしては、最近結構着ているコーデっていう感じがね、僕のテーマになりますかね。で、このスタジャンはね、結構使っていて、去年からね持っているんですけど、かなりねやっぱ気に入っているやつになりますね。で、まあこちらね、頭の方からね説明していこうかなと思います。で、まあ頭の方なんですけども、何を被ってるかっていうとね、パリススケートボーディングの帽子ですね。前回のね、こちらの購入品動画でね紹介したやつなんですけども、まあその時にね、着画とか載せてなかったんでね、まあこの動画を見てね、着画とか見てもらったらいいと思うんですけど、かなりね気に入ってますね。このねカラーリングはね、結構何でも合うのでね、僕はね結構好きですね。で、まあスタジャンなんですけど、これね僕のね動画とか何十回もね登場してると思うんですけど、このナイキのね90s のスタジャンになりますね。で、このスタジャンなんですけど、前回ね、こちらの動画で、ドローコードを絞る動画っていうのを作ったんですけど、このね、スタジャンの中にも、ドローコードを入れてみたんですよ。そしたらね、結構そのシルエットがね、良くなって、後ろのね、このレイヤードが見える感じになって、まあ冬でもね、結構レイヤードを使うことによってね、コーデをね、飽きさせないみたいな感じの工夫が、ありますって感じですね。まあこのパンツなんですけども、このパンツもね、前回ね、こちらの動画でね、紹介したバターグッズのね、パンツになりますね。で、こちらね、バギーのシルエットでね、ウエストが34なので、かなりね、太めのシルエットになるんですけども、結構冬とかはね、こういう感じのシルエットとか、カラーリングっていうのがね、結構使いやすいなと思いますね。で、まあ前回の動画でね、帽子の着画、見せてなかったんでね、今回はちょっとね、帽子の着画もね、しっかりね、見ていこうかなと思います。で、まあ結構ね、こうネイビーで、5950でって感じで、パレスとね、ニューエラのコラボでっていう感じでね、もうこれは本当にね、カラーとかね、デザインとかね、かなり良くってね、僕はね、かなり気に入ったやつになりますね。やっぱこういうね、白とかね、黒とか使ったコーデとかは、ネイビーがね、帽子でアクセント的な感じでね、合いますね。で、まあスタジャンとかね、こう近くで見てみると、まあこんな感じになってます感じで、ドローコードがね、またいい味を出してますよね。まあ、詳しい動画はね、こちらのドローコードの動画を見てもらって、みんなもね、一緒にやってみましょうって感じなんですけども。ではね、続いて2コーデ目のね、スタイリングを紹介していこうかなと思います。こちらのね、2コーデ目のスタイリングなんですけども、まあ、シュプリームコーデですね。スケボーをやってないこととかもね、シュプリームならね、結構知ってるよっていう方が多いと思うんですけど、まあ、そのシュプリームでコーデをね、組んでいこうかなって思います。こちらのね、シュプリームのトラックジャケットなんですけども、前回のね、シュプリーム購入品の動画、結構前にはなるんですけども、そこでね、購入したやつになりますね。で、まあこちらね、今回冬のね、一週間コーデっていう感じにさせてもらっているんですけど、まあトラックジャケットね、裏起毛とかじゃないんでね、ちょっと寒かったりはするんですけど、僕が住んでるところはね、所詮静岡なんでね、あんまり寒くないっていうところは、まああったりするので、まあ中にね、ユニクロのヒートテックの、2倍あったかくなるやつみたいなやつが、前売ってたんですよね。で、まあそれをね、中に着てるとね、全然ね、あったかいっていう感じになるので、あんまりね、冬のコーデとか、着込んでみたいな感じでね、こう、ボコボコになりやすい感じがあると思うんですけど、やっぱりね、このインナーにヒートテックを着ることによってね、めちゃくちゃ暖かくなるんでね、それはね結構おすすめですねって思いますね。はい、ではね、アイテムについてね、ちょっと紹介していこうかなと思います。こちらね、ビーニーなんですけども、ユニクロのね、ヒートテックビーニーになりますね。やっぱりね、このユニクロのね、ヒートテックビーニーはね、こうヒートテックっていう名前もあるだけにかなりあったかいですし、冬にはね、かなりリピートする確率がね多いアイテムになってますね。で、まあこのビーニーなんですけど、僕2回折りしてるんですけど、冬とかね、結構寒い時っていうのはね、あんまり2回折りっていうのはせずに、まあ1回折って結構もう耳まで含んじゃうみたいな感じでやるときはね、たまにありますね。まあそこまで寒くないときは2回折りにして、結構寒いときは1回折りにして耳までくるっていうのはね、結構冬とかはね、これ使えるんじゃないかなって思います。で、まあこちらね、トラックジャケットなんですけども、こちらシュプリームのね、トラックジャケットになりますね。ニューヨークヤンキースとのねコラボで、このカラーリングといいね、このグレーの配色といい、かなり気に入ってね、購入してますね。で、まあこちらね、白のレイヤードなんですけども、まあユニクロのね、エアリズムロンティーの L サイズをね着てますね。で、まあユニクロね、かなり安いので、こういうね、服によってレイヤードとかのサイズとかを変えてもかなりね、お金とかはかからないので、まあレイヤードするときとかは基本のサイズをね、買ってみるのもね、また一つの手なんじゃないかなと思いますね。で、まあパンツはね、さっき紹介したね、バターグッズのパンツになりますね。まあ冬はね、下に黒のパンツとか履いたりするとね、結構ね、もういろんなコーデに合いますよっていう感じで、夏はね、結構明るめのやつとか履いててもまあ問題ないって感じなんですけど、冬はね、やっぱりね、黒とかがね、こんなコーデとかに合うんで、まあこういう系はね、一個持っておいて損はないんじゃないかなって思いますね。で、まあエアフォースワンも履いてますって感じでね、これでスケーターコーデですとか言ったらね、エアフォースワンとかこういうね、ゴツイスニーカーではね、スケボ
行できないので、スケーターの人にね、叩かれるっていう、あれなんですけども、さらにね、シュプリームも着てるので、まあ、この学校ではね、結構スケボーしそうだけど、まあ、全然ね、しないっていう感じで、まあ、スケボーしてる人はね、結構わかると思うんですけど。はい、というわけでね、参考デメをね、紹介していこうかなと思います。こちらね、参考デメね、結構みんなね、楽しみにしていたんじゃないかなと思うんですけど、こちら、ハーフジップコーデですね。で、まあ、ハーフジップなんですけど、結構昔はね、ちょっとダサいなって僕思ってたんですけど、最近ね、これ意外とね、かっこいいんじゃないかなって思ってきてるアイテムのね、一つになりますね。で、まあ、やっぱりね、スウェットとかなってくると、まあ、シンプルすぎるよみたいな感じになってしまうので、まあ、こういう感じでね、スウェットじゃなくて、ハーフジップを着ることによってね、なんかちょっと、おしゃれみたいな感じは出てるんじゃないかなって、まあね、個人的にはね、思うんでね、僕はね、結構好きなコーデの一つになりますね。で、まあ、このハーフジップなんですけど、前回ね、こちらの動画で、着画をね、次の動画で紹介しますよって言ったね、バターグッドのね、ハーフジップになりますね。やっぱりね、このカラーリング見てもらったらね、わかると思うんですけど、このオレンジだけどね、あんまり派手じゃないじゃないですか。それがね、なんか僕結構好きで、まあ、さらにね、このジッパーのところとお腹のところにこの白い線が入ってるじゃないですか。そこもね、なんかたまらなくかっこいいなって思ったところのね、また一つになりますね。まあ、これね、トップスはオレンジなんですけど、他をね、黒とか白とかで、まあ、抑えることによってね、まあ、そんなね、この派手なコーデみたいな感じではないっていう感じで。で、まあ、このコーデはね、僕の今回の冬の一週間コーデの中で、まあ、一番気に入ってるね、コーデになりますね。で、まあ、アイテムね、説明していくんですけども、こちらね、ビーニーがユニクロのヒートテックビーニーで、まあ、先ほどとね、同じ、ヒートテックビーニーを使ってますね。で、まあ、このビーニーはね、2回折りしてますね。まあ、結構ね、まあ、横から見たりするとね、1回折りとかだと、ちょっとね、顔がね、縦に長かったりとか見えてしまうので、まあ、ファッションとしてね、ビーニーを使うならね、2回折りとかの方が、結構ね、おしゃれに見やすいんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、このね、ハーフジップ、バターグッドのね、ハーフジップで、で、まあ、サイズはね、前回質問が来てて、言うの忘れてたんですけど、L サイズをね、着てますね。バターグッドのね、ハーフジップは結構、身幅もね、結構広めで、で、まあ、着丈もね、そんな長くないっていう感じで、で、まあ、さらにね、ドローコードがついてるので、まあ、こういうね、感じで抑えることができるって感じで。で、まあ、さらにね、こう、裏起毛だったのでね、かなりあったかいよって感じで、まあ、レイヤードはね、さっきと同じのユニクロのエアリズムロンティーをね、使ってますね。で、まあ、パンツはね、こちらハーフジップと同じブランドのバターグッズのね、パンツを使ってますね。まあ、トップスとね、ボトムスでね、まあ、ブランドを整えていくと、個人的にはね、スッキリするので、まあ、ブランドを全部整えるって言ったらね、またあれかもしれないですけど、二つのアイテムだけブランド整えるみたいなことはね、結構気分がいいコーデになりますね。で、まあ、スニーカーなんですけど、まあ、ナイキのね、ダンクのカレーっていうやつをね、使ってますね。これね、僕の動画でかなり出ますよね。はい、というわけでね、こちら4つ目のね、コーデについて説明していこうかなと思います。こちらね、4つ目のコーデのテーマは、秋を忘れられなかった冬コーデですね。やっぱりね、この秋って言ったらね、こうブラウンみたいな感じのね、想像する方が多いと思うんですけど、それをね、結構使っているアイテムで、まぁ、ちょっとね、秋をね、まだ忘れられてないっていう感じのコーデになりますね。はい、というわけでね、上からね、紹介していこうかなと思います。こちらね、被っている帽子なんですけども、ハフのね、帽子になりますね。まあ、ハフはね、みんな知ってると思うんですけど、まあ、スケーターブランドのね、まあ、一つになりますね。で、まあ、帽子紹介の動画でもね、こちらをね、紹介しているやつになりまして、で、一応こちら形がね、ジェットキャップになっているので、僕の顔にはね、あんまり合わなかったりするので、あんまりはね、被ったりはしないんですけども、まあ、こういうね、ブラウンで合わせたいっていう時はね、被ったりするようなね、帽子になりますね。で、まあ、帽子のね、動画でね、詳しく話してるので、まあ、そちらをね、ちょっと見てほしいんですけど、こちらね、刺繍がね、ついてるんですよ。そこがね、かなりね、花柄でね、可愛くてね、僕はね、好きですね。で、まあ、スタジャンはね、さっき紹介した、まあ、ナイキのね、ナインティースのスタジャンで、まあ、中にね、何を着るかというとね、こちらのね、動画で紹介した、エクストララージュのね、寝るシャツになりますね。やっぱね、このカラーリングね、この他にはね、あんまりないのでないですね。で、まあ、こちらのね、パンツなんですけど、ライオンドのね、イージーパンツをね、履いてますね。で、まあ、サイズはね、かなり大きめで、6L のやつをね、買ってるんですけども、冬とかね、こういう大きめのパンツとか持っておくと、下にね、パジャマとかモコモコしたやつをね、着れるんでね、結構太めのパンツ履いてる人とかはね、冬はね、かなりいいんじゃないかなって思いますね。で、まあ、スニーカーなんですけどもね、先ほど紹介したナイキのね、カレーのダンクになりますね。やっぱこのカレーのね、ダンクはね、結構みんな紹介してる人とかね、YouTuber で紹介してる人とか少ないんですけど、僕はね、結構気に入ってるので、カラーリングで選ぶならこれ一択だなっていう感じですね。まあ、続いてはね、5コーデ目になるんですけども、この5コーデ目はですね、もう4コーデ目とほぼ一緒なんですけど、まあ、4コーデ目がね、秋をね、忘れられないコーデみたいな感じだったんですけど、まあ、秋をね、忘れてちゃんと冬になったコーデっていう感じですね。で、まあ、使ってるね、アイテムはね、ほとんど同じやつが多かったりするんですけども、今回はね、その4コーデ目と違って結構黒がね、多い感じになりますね。で、まあ、冬はね、結構黒使っとけばね、何でも OK みたいなね、風潮がね、まあ、個人的ではありますけど、あるんですよ。だからね、まあ、先ほどね、紹介した黒のね、ユニクロのヒートテックビーニーに、まあ、黒と赤のね、スタジャンを着
まして、まあパンツはね黒のね先ほど紹介したバターグッズのパンツを履きましてっていう感じでね、まあ黒をね結構使っているっていう感じのねコーデになりますね。でまあこちらね脱いでみるとね、まあこんな感じになるんですけども、やっぱスケボーをやってる人とか冬スケボーとかしたりすると汗とかかくと思うんですよ。まあスケボーする人とか、まあ二極化すると思うんですけど、スケボーする時もねおしゃれでかっこよくありたいよって人と、あのスケボーする時はねもう汚れてもいい服でやりますよっていうね、この二つにね二極化すると思うんですけど、あのスケートパークとかにね行ったりすると結構ねおしゃれな人が多かったりするのでね、こう脱いだ時もねまあいい感じにねスタイリングができるよっていうコーデをねしておくとまたねいいんじゃないかなと思いますね。はい、続いてね6コーデ目なんですけど、ダウンでねあのコーデをやりたかったんですよ。でもねダウンでねコーデやってみたんですけど、これねあんまりねかっこよくないなって僕は思ったんですよね。やっぱりね冬にねこういう感じのねカラーリング、白っぽいやつがね多めなやつでスタイリングしてしまうとねおじさん臭くなるかなっていう感じで、さらにねパーカーとかも着てちょっとおじさんがねさらに増しますよっていう感じになるので、でまあダウンを着るときにねこういう開けてパーカー着てみたいな感じするとちょっとね本当になんかカジュアルみたいな感じになってしまって、ではこのコーデはねちょっとあんま良くないなと思ったんで、まあダウンのねジッパーを閉めたコーデをちょっと次やろうかなと思います。はい、というわけでね6コーデ目はねまあボツにはなったんですけども、まあ7コーデ目でねあのちゃんとしたコーデができるんじゃないかなと思いますので、まあぜひね最後まで見ていってください。はい、7コーデ目はねまあこんな感じでやってみましたね。あのしっかりねこちらダウンをね閉めることによって、そんなねカジュアルじゃないっていう感じで、あのカラーリングもねこういい感じになってるので、個人的にはねこっちさっきのね6コーデ目とかよりはねこっちの方がね3倍ぐらいいいんじゃないかなって思いましたね。でまあ服のね色使いとか、まあ、サイズ感とかをね、あのこれ自分で合ってるかなって思う時のねあのポイントなんですけど、まあ、実際にねこう外に出てねあの動画で撮ってみると自分のねスタイリングがどういう感じで見てるかっていうのがね客観的にね分かったりするので、家の中ではねかっこいいって思ってるコーデも外に出てみるとねあんまり良くないなみたいなところがねあったりするので、でまあ外に出てね自分で写真とか、まあ、動画とかでね撮ってみて、自分がねどういう感じで客観的になってるのかっていうのを見るのもねまた一つのねファッションが上達する方法なんじゃないかなっては個人的には思いますね。はい、というわけでねこちらのコーデねアイテム紹介していくんですけども、帽子はね先ほど紹介したパレスのねあの帽子になりますね。でやっぱねこうネイビーっていう感じでね、こういうスモーキーグリーンのねダウンとかにもねまた相性がいいですよね。でまあこちらね実際着てるダウンですけども、こちらとこちらの動画でね紹介してるダウンになりますね。でまあその動画にねプラスアルファで見てほしいのが、こちらのねドローコードをね取り付ける動画になるんですけども、そちらで、ね、ドローコードをつけてあのカスタマイズしてるっていう感じのねあのダウンになりますね。やっぱりねこのドローコードをつけることによってねこう絞ることができて、レイヤードもねちょっと見せることができて、まあ冬とかね結構モコモコしたやつとかあの着たりしてしまうので、太って見えたりとか、まあ、スタイルが悪く見えたりすると思うんですけども、まあこんな感じでねドローコードとか使ってみるとね結構個人的にはねあのスタイリングのシルエットとかが良くなったりするのでおすすめですね。でまあレイヤードはねあのユニクロのエアリズムロンティーっていうのをね着てまして、でまあパンツはね先ほど紹介したライオン堂のねパンツを履いてますね。まあダウンね、あの一番最初に買うのは何がいいかって言ったら、いや絶対ね黒だと思うんですけど、こういうねスモーキー系のねグリーンっていうカラーもかなりおすすめなので、もしよかったらねこちらもねあの買ってみたらいいんじゃないかなとは思いますね。まあこちらスニーカーなんですけど、コンバースのねスケートボーディングのラインのやつをね履いてますね。でもこちらね日本規格になるのでね本当に歩きにくいので、なんかおすすめはねあんまりできないんですけど、まあ基本的に僕はね移動がバイクとかだったりするんで、あんまりね歩きとかはねしないのであんまり気にならなかったりするんですけど、まあ遠出とかするときはねあんまりこのスニーカーとかはおすすめしないですね。でまあこのねコンバースのネイビーとポジションのネイビーで、まあ一応ちょっと合わせてますよっていう感じで、まあ今回はねまあ終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。